皆さん、こんにちは。主婦業に専念していた著名人が急に仕事を始めるのは離婚の前触れ。そんなジンクスが里田舞さんにも当てはまるとして心配されているようです。彼女のインタビュー記事が配信されたのは12月17日の美的 .com。 メイク情報やアメリカでの生活、日本帰国後の生活などを語っており、多忙な日々で一人時間を大切にしていると明かしていました。芸能ライターはこのことについてこう分析します。クイズ。ヘキサゴン2でブレイク後、東北楽天ゴールデンイーグルスの田中将大投手と結婚し、現在は一男一女の母。芸能活動より主婦業に重きを置いているのでしょう。とはいえ、第二子出産は2019年6月のこと。小学校に上がるタイミングでもなく、中途半端な時期に仕事したのは不自然にも思えます。里田さんは今年4月に自身がプロデュースするアパレルブランド設立を発表。着々と仕事を増やす彼女に離婚の文字がよぎる人も少なくないようです。これまでめぐみや吉瀬美智子は離婚前後に仕事の変化がありました。つい最近離婚を発表したビビアンスーも大晦日の第74回 NHK 紅白歌合戦にブラックビスケッツとして出場。昨年から日本のテレビへちょこちょこと出演していました。田中投手は所属チームのいじめ問題の渦中にいるため好感度がダウン。さらに昨シーズンの成績もいまいちだったため来季の契約で年俸も大幅ダウンが見込まれています。アメリカでも田中投手を支え良妻賢母だと称賛されていた里田さん、夫の収入が減ったので一肌脱いだのだろうかと言われています。楽天イーグルスを撃沈させた安楽智弘のパワハラ事件に巻き込まれ謝罪コメントを出す羽目になった田中将大さん。この球界の大スターの去就をめぐってはシーズン中から様々な憶測が飛び交いました。年齢を重ねて衰えが見えてきたと同時に迷宮界入りを見据えての攻防戦が水面下で行われていたのです。田中将大さんが今季限りで楽天を退団する可能性が高くなってきました。パリーグを取材するスポーツ誌ベテラン遊軍記者は田中さんが置かれている現状を次のように説明します。昨年の年俸9億円から大幅ダウンとなる4億7500万円で1年契約を結んでいます。本来ならさらなる大幅ダウンの可能性があったわけですが、球団としては残り十勝に迫っていた通算200勝フィーバーを目論んでいたため、その程度のダウン幅で収まりました。ところが今期の働きを見る限り費用対効果が悪すぎる。完全に不良債権化しています。かつて無双と呼ばれた面影は全くありません。8月21日終了時点で規定投球回数に届いておらず、防御率は 4.97、 わずか6勝にとどまっています。8敗はリーグワーストタイで、その人気にも陰りが出ています。球団の功労者であるのは間違いないですが、現状を考慮すれば球団として来季も契約を延長するメリットはあまりないのです。スポーツ紙デスクがこう言います。力の衰えを考えれば年俸1億円でも高い。とはいえその金額ではマー君のプライドが傷つけられる。親会社の経営状況が良ければ1億円から大幅な上乗せも可能でしょうが、楽天本体の経営が苦しいですからね。来期の契約が合意に達しない可能性は高いでしょうね。となれば他球団への移籍が濃厚ですが、さすがにメジャー復帰の道は閉ざされています。日本球界復帰後3年間の成績を考えればパリーグで通用しないことは明白なだけに、残る道はセリーグ挑戦しかありません。本来なら球場が広くて本塁打の出にくいバンテリンドーム名古屋を本拠地にしている中日が一番。ところが中日には資金がない。巨人かヤクルトあたりならそれなりの金額を用意できるでしょうが、本拠地とする東京ドームも神宮球場も狭い。今季以上に本塁打構成の餌食になる可能性が高いですね。生き残る道は想像以上に厳しいと思います。迷宮界入りの日米通算200勝まであと4勝を残しており、さすがにユニフォームを脱ぐことはないでしょう。しかし200勝に到達する道のりは厳しそうです。2023年4月現在、田中将大さんと里田舞さんの子供は長男と長女の2人です。
2023年1月に里田舞さんが投稿した写真が妊婦に見えると話題になり、大蜜子ができたのではと噂されました。確かに心なしかお腹がぽっこりしている気がしました。ただ里田舞さん自身が妊娠を否定されました。里田さんはファンのコメントに気のせいですと第三子妊娠を否定し、上地さんにも違う違うと気さくに返信。田中雅宏さんと里田舞さんは仲の良い夫婦として知られていますし、今度第三子も誕生する可能性もあるかもしれませんね。今後の情報が楽しみです。田中雅宏さんと里田舞さん、子供が現在何歳かというと、長男は7歳、長女は3歳です。長男は2016年2月15日に生まれ、長女は2019年6月7日に生まれです。2人ともニューヨーク市内の病院で生まれ、田中雅宏さんが立ち会ったそうです。入院中はおしめを変えるのはもちろんのこと、誰に言われるでもなく授乳の時間やおしっこの時間をまめにノートにメモしたりしていたそうです。長男は小学校1年生、長女は幼稚園の年少です。長男の小学校は都内の有名校と言われています。田中雅宏選手が単身赴任中のようです。現在一家は東京都内にマンションを借りており、今後もマー君は仙台と東京を行き来するスタイルを続けるようです。長女は長男も通っていた完全英語で過ごすプリスクール幼稚園に通っているそうです。先生はほとんどが外国人で、園内では英語で話すのが原則です。日本人の子も何割かいます。子供たちに対するケアも細かいですが、その分授業料は高めで、週5日通わせた場合年間で200万円ほどになります。長男も長女も2021年頃まではアメリカで生活していたので、いろいろな国籍の子供がいる完全英語のプリスクール幼稚園の方が良いと田中雅宏さんと里田舞さんは考えたのでしょうね。田中雅宏さんと里田舞さんの出会いは2009年12月のプロ野球オールスタースポーツフェスティバルでの共演でした。この時里田舞さんは司会、田中雅宏さんは選手として出演されています。里田舞さんはもともと田中雅宏さんのファン、番組中は積極的に田中雅宏さんに話しかけました。田中雅宏さんと面識があったココリコの遠藤さんにお願いして、自分の連絡先を田中雅宏さんに渡してもらったそうです。田中雅宏さんもまんざらではなかったようで、その後2010年頃から交際が始まりました。その後右大胸筋部分断裂を経験して引退も覚悟した田中雅宏さんを支えたのが里田舞さんだったのです。田中雅宏さんが23歳、里田舞さんが24歳の2012年3月20日に結婚しました。年齢差は4歳で、里田舞さんの方が年上です。里田舞さんといえばクイズ番組でおとぼけ役というイメージでしたが、結婚後は姉さん女房ぶりを発揮しています。今後が心配され離婚も噂されるお二人ですが、どうか乗り越えてほしいものですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。